マルコによる福音。その時イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られたガリラヤから来たおびただしい群衆が従ったまたユダヤエルサレムイドマイやヨルダン川の向こう側ティルスやシドンの辺りからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきたそこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。 群衆に押しつぶされないためであるイエスが多くの病人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからであった汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して「あなたは神の子だ」と叫んだイエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい。